こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、アマゾン物販の魅力ということでね、えー、今日はアマゾンで、まあ、どれぐらいアマゾンで販売してる人が稼げてるか、なぜアマゾンが稼ぎやすいか、そしてオーストラリアアマゾンが一番おすすめなのはどういうことか、まあそれについてお話します。まずね、世界一の大金持ちになる方法と、まあほぼ世界一の大金持ちになった アマゾンの創業者、ジェフ・ペゾス。まあ、彼の、えー、ビジネスポリシーがね、100倍の利益は戻ってくる可能性があれば、10%あれば必ずかけるべきだと。それから失敗するなら早く。まあ、小さく始めて大きくしていくというね。まあ、これすべて、まあ、アマゾンはそういう、えー、ポリシーで運営されてるんですけど、まあ、アマゾンで、ねえー、商品見つけて儲けていくというのもね、全くこの ポリシー通りに実践できます例えば、はじめにね、1000円の商品を販売してみると。投資金額は1000円ですよね。まあ、細かく言えば送料もかかりますけど、わ、まあ、かりやすく言うと1000円。で、売れたら、ね、3倍で売れたら3000円になると。売れたら3000円。で、売れなかったら売れなかった。損は1000円と。で、売れたら2回目は、まあ、これね、1個売れたからじゃ次3個。 ねえー、3000円で3個買えますからね、3個買って送りましょうと。で、3個買って送ると、まあ、9000円ね、ね、えー、3つ売れると9000円入ると。まあ、この時点でもうね、えー、送料や何やかんなや含めても、もうほぼ元が取れる。そして、えー、3回目はさらにね、えー、9000円入ったから、えー、それを3倍、ねえー、2万7000円なり、えー、4回目、5回目、6回目と。 なっててね。なんと、5回目ですねに243倍になってます。ね。ですからね、もう、これ、100倍に利益が戻ってくる可能性が10%あるっていうのは、えー、アマゾン、始まったばかりのアマゾンであれば、まあ、十分、えー、あり得る、あり得るっていうかね、そこら辺に転がってる、まあ、商品はそこら辺に転がってるという感じです。まあ、現に、えー、始めたてにね、えー、アメリカアマゾン、 え、チャレンジ。始め立てったってね、アメリカアマゾンで FBA が始まってもう4年以上立てたんですけど、まあ、その頃、始めた会員さんは、まあ、紹介ね、毎月5万円ずつお金をえ入れて仕入れてたと。いや、もうこんだけね、売れるならもうもうかるねというのでね、仕入れ資金を増やしてえ50万円追加投資したらもうあっという間にえ売り上げ2万ドル突破したという、もうまさにこの、 100万円の利益が戻ってくる可能性が10%あれば必ずかけると。で、どんどん試して失敗するなら早く失敗して、で、えー、始め、ね、5万円から始めて大きくしてたという形でね、もう今やもう完璧な本業になっちゃってね、盤、え、石、ー、というかね、オーストラリアでは次どう稼ごうかと、ね、他の国はどう攻めようかと、そういう段階です。で、まあ、この、 会員さんはそういう形でね、設けてる方もいますし、他にも、ね、物販は結果出るの早いですから、もう初めて3ヶ月から半年でね、3000ドル、6000ドル、1万1000ドル、えーね、先ほどのように2万1000ドルというようなね、成果を出していただいてます。アマゾンの仕組みそのものは、もう利益が出しやすいと。ね アマゾンで儲かる商品が見つからないんだったら、他の物販じゃちょっと無理でしょうというぐらいね、えー、儲けやすいです。これどういうことかというと、例えばこのベイブレードね、1328円で仕入れて、まあ、3倍、3776円で売れます。差額が2448円。で、アマゾン以前の輸出方法である eBay なんかで販売した場合はね、オーストラリアに送ると、えー、送料が2000円かかると。 そうなるともう、この時点で、500円、500グラムで送ったとしても2000円送料かかると。それからね、販売手数料と出品料で500円かかったとして、出品料ってのはこれね、売れた時の手数料です。で、500円かかったとして2500円と。もうこの時点で差額をオーバーした赤字。ね、eBay だと普通にやったら、この e b r e ドは儲かりません。まあ、ところが、Amazon の場合、 アマゾンが発送してくれる FBA というサービスがあります。これはね、えー、例えば3 5キロの送料で EMS はね、30個遅れると、6600円で30個遅れるとすると、1個当たりの送料っていうのは220円になります。まあ、ここから販売手数料と出品料を引いても920円、ね。差額が2448円から920円を引くと、1520円の利益が出ると。 えー、eBay で売ったら赤字になるのに Amazon で FBA を使うだけで、えー、同じ商品を同じ値段で売っても利益は出ちゃうという形ですでしかもね、えー、これ自分で発送する必要がありません Amazon が全部やってくれます、まあ、入金確認梱包発送、ね、発送通知クレーム処理全部 Amazon がやってくれます、まあ、右から左に商品を動かすだけで月商5000万円というようなことも可能です まあこれね、アマゾンを始めて1年と経たないうちに月賞5000万円。こんなちょろい儲け方があるとは笑えるというのをね、えー、先日、オーストラリアのインターネットビジネスをやる人たちのミーティングで聞きました。まあ、確かにアマゾンは売れる商品を見つけるだけで稼ぐことが可能と。アメリカアマゾンはライバルも増えているが、月賞5000万円がすぐ達成可能なほどに購入利用者も増えています。 月賞5000万円という数字をね、目標にする人は少ないでしょうが、参考になることがあります。なんと、10万人以上が年間1200万円売ってます。月間100万円以上売り上げていると。これがアマゾンのデフォルトです。これはすごい数字なんですけど、まあどういうことかというと、まあエダ大商法の原理原則というのがありまして、財布の紐が緩いところを狙って、利益率の高い商品を販売して儲ける。 まあこうすれば、えー、儲けやすいという鉄則です。ねまあ、自分で苦労して必死に稼いだお金を無駄遣いする人は少ない。まあ、日本の場合ね、えー、自分で苦労してちょっとしか稼げないんでね、もうかなり、えー、財布硬いです。紐ガチガチです、ね。無駄遣いする人はあまりいないとで。じゃあ、紐が緩くなるのはどんなお金かというとね、まあ、苦労もせず適当に働いて入ってきたお金ね。ね えー、バブルの時期は日本でもそんな苦労せず稼げましたからね、えー、景気良かったです。それと自分でなく他人が稼いだ金、ね。自分でやっぱ稼いだお金はね、無駄遣いしにくい。ねえー、旦那が使った金を、まあ、無駄遣いする奥さんいっぱいいると。まあ、逆も言いますけど、まあ、少数派なんでね。それから不動産投資や株式投資などの不労所得と。ね、まあ不労所得。これ株,が株価が上がると景気良くなるっていうのはね、 株で儲けたお金はやっぱ気楽に皆さん使うからということですで、オーストラリアの場合は1と3に該当する緩い財布がたくさんあります、まあ、そんなわけでユダー商法を手軽に試せるオーストラリアアマゾン輸出は稼げます、まあ、主婦でも300万副業でも300万本業だと1000万円これだけの金額をマイペースで一人で稼げます日本に住んでいるならアマゾン輸出で稼がないともったいないです 財布の紐がガチガチに硬い日本は販売場所としては最悪ですが仕入れ場所としては最高の場所です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。日本人の年収分布で一番多いのは年収200万以下です。200万以下渋いですね。しんどいですね。まあ、ただ、200万以下が一番多いですし、まあ、次が400万から500万平均と言われているところですね。 で、その次が、え200万以上300万と。まあ、何しろ、年収500万以下、ね、平均以下の人はほとんどだってことです。一方、オーストラリアの平均所得は、約712万円。しかも、ね、共働きがしやすいシステムなんで、まあ、大体、共働き。そうすると、かける2ってことですね。えー、平均世帯年収は1424万円と。なのに、高所得なのに、貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準。 デフォルトです何しろオーストラリア、ね、27年間不景気知らずずっと好景気。さらに先進国で、ね、数少ない人口が増えている国であると。しかも急増ってなってますね。オーストラリア政府が試算していた人口増加率を30年前倒しして、ね、人口が増えていると。とてつもない成長っぷりです。そんなオーストラリアなのに、 まともなライバルがいないと。もう物販は鎖国っていうかね。えー、買い物しててもね、物が少ないし、高いしで全く楽しくないと。サービスも悪いしね。で、ネットショップもね、えー、買い物しても、いつ何が届くかわかんない、ね。言い間違いじゃないですよ。いつ何が届くかわかんないって、ほとんどギャグの世界ですけど、ね、オーストラリアのネットショップはいつ何が届くかわかんない。まあ、そんなオーストラリアでね、えー、注文すれば、えー 買った商品がね、ほぼ約束した期日に届く Amazon がサービスを提供しました。語弊もあるけど分かりやすく言うと、大してうまくもないドミノピザ、30分で届けますという約束を守っただけで、もう世界最大のピザ会社になったと。それを思うと、もうピザより重要ですよね。買ったものがちゃんと届くと。期日通りに届くというのは、すごい ね、これ日本に住んでたらあんまりありがたみわかんないですけど、オーストラリアに住んでたらすごい、えー、メリットです。まあ、これだけ魅力のあるオーストラリアアマゾン。ねえー、わずかな投資で本業以上に稼げる、えー、チャンスです。お金も時間も、えー、わずかな投資で本業以上に稼げるチャンスです。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。えー、他の、ね、ベブレード以外の商品例とか。 じゃあどうやったらオーストラアマゾンね、えー、効率よく稼げるのか。まあそういった情報を載せてあります。こちらをクリックしてチェックしてください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。